はい、こんにちは、ヤースですえ。このチャンネルはですね、僕がひたすら独り言を言うチャンネルです。よかったらチャンネル登録お願いします。ってか、お願いします。1000人を目指したいので。で、えっ、ー、と、いただいてる質問に答えたいなと思っていて、で、ちょっと、他にもたくさんもらってるんですけど、これを、まあ、あのー、早めに答えた方がいいなと思ったんで、ピックアップしてます。で、いただいた質問が、 えと精神科で処方されたあの薬で肝機の障害になったんですかっていう質問をいただきましたで答えとしては、えーと「わからないですが、えー、可能性としてはかなり低い」というふうに、えー、と2人の僕の主治医主治医が2人って今変だけどあの言ってますとでなので、あのー、結構その。 僕、私も精神、メンタル系の薬飲むかもしれない、もしくは飲んでるかもしれない、で、なんか、やすが、あの、関係の障害になったって動画上げちゃってます、不安ですってなってる方がいたら申し訳ないし、あのそういう風に撮っていただきたくないので、えっ、ー、と、これを動画を撮ってます。なので、えー、まず 薬の種類にもよるしあとはもともと基礎疾患があったりとかあの腎臓とか肝臓にまああの病気を抱えてたりとかするといろいろ変わってくるのだけれども絶対にそれは、えー、病院に受診をした時に何、まあ、か病気を抱えてますかとか障害がありますか肝臓とかに障害ありますかとかって聞かれてるはずなので。 それをベースにあの薬は処方されるしあのそれをベースにあのこういった治療方法でやっていきましょうというふうに提案をされているはずですしされるので、えー、と過度に心配する必要はないですで僕の場合も、えー、とたまたまそのエ、えー、フェクサーと呼ばれるあの抗うつ薬とかあと他あの時はマイスリーかな あの飲み始める時にたまたまその直前にやった血液検査7月から飲み始めたんだけど7月にやった血液検査の結果を持ってたんであのそれをあのメンタルクリニックの医者に見せて、まあ、こんな感じなんでっていうことをベースにじゃあ問題ないですねっていうことであの飲み始めましたで、まあ、一応その副作用がとかいろいろ書いてあってまれに換機能障害も起こしますと。で多分 多分というかうろ、えー、覚えだけれど確率的に多分5%とかだから限りなく低いんだよね。で、えー、なので大半の人にとっては心配する必要がないですし、えー、もし心配であるのであれば、あのー、健康診断を多分大半の人が年に1回受けてると思うから、まあ、それでやっぱりわかるし逆になんかちょっと体調が変だなと思うのであれば。 メンタルクリニックで血液検査をしてくれるのかどうかはわかんないですが内科とかに行ってちょっとあのこんな症状でだるいんですよねちょっとなんか血液検査で調べてもらえませんかって言うと多分やってくれるはずなんで,でそれで1週間後に結果が出て肝機能の数値がどうなってるって分かるんで、えー、と心配する必要ないですしちょっと体調が良くないのであればそういった形で検査をしてみる血検査してみるじゃあ あの数値的に問題ないですねもしくはなんかちょっと数値がってなった場合それが薬、えー、の影響になるかどうかっていうのはさまざ、あ、まなファクターがあるんで、まあ、医者とも相談しつつそれ以外に僕私は何が原因でこうなってるんだろうっていうふうに今追求しなきゃいけないっていう面倒くさい状況になりますがほとんどの人は心配する必要がないですと。なののので、えー、とじゃあ僕のこ肝機能障害が 精神科が処方した、エ、まあ、フェクサー・ヴェムラファクセン、えー、交通薬のせいなんですかっていう部分で、その可能性は限りなく低いですよ。でも可能性としてはありますよっていうふうに、えー、と主治医が言ったのは、えー、男性更年期障害の治療で、男性ホルモン、テサストロンの注射を僕は週に2回受けていたんですが、 それが肝機能障害を引き起こす可能性がこれも低いんだけどねありますと。でどのみち男性更年期障害の治療を開始する前に血液検査をして問題なければ始めるし3ヶ月に1回血液検査をしてえと体がその治療にこう反応してちゃんと男性ホルモンのレベルが上がってるのかどうかプラス まあ肝臓とか腎臓とかその他もろもろ血液の状態とかも、えー、と必ず調べなきゃいけないんでたまたま僕はその治療開始2ヶ月後に、えー、肝臓の数値があの基準値を超えて関係の障害が出てますよっていうふうなのが分かったっていう状況です。で 泌尿器科の先生、まあ、こっちが男性高年期障害ねでまあメンタルクリニックの先生両方ともあの僕がそれぞれの治療を受けているってことを知っているし了承しているしで血液検査の,その7月のやつと9月末に受けたやつをも両方見せていて、まあ、お互いやっぱこう <laughs> なんだ 断定できないんだよね要するに人間の体って一人一人違うし全てを、ね、理解してるわけではないしやっぱり副作用っていうのは存在してるし確率がある限りはゼロでない限りはまあ起こってしまうからただ、えー、と血液検査の項目とかいろいろ他のやつを見ていくと僕のあのー、関係の障害はおそらくまあ テストストロンの注射、ホルモン補充療法のが原因である可能性が高いだろうというふうな現状の結論になってます。ただ、まあ、毎日、ね、エフェクサー交通薬を飲むし、睡眠薬も飲むし、あの <laughs> まあ負担はかかるよね。プラス、あこの YouTube、僕の YouTube、最初の頃ってか、最初の2年ぐらいは、 日本酒を飲みながら日本酒紹介してぐだぐだ話すっていう感じだったんでむちゃむちゃお酒飲んでたんですよお酒大好きなんでただ当時一度もあの今回あの血液検査で引っかかるまで血液検査で引っかかったとこことがなかったんでまあびっくりしてるのびっくりしてるんですがただまあね 飲み続けてたら肝臓に負担はかかるしたまたまその検査の時に別に数値に表れてなかっただけでだからイコールダメージを受けてませんでした肝臓がお酒でっていうふうに断定することもできないですから多分全部のコンビネーションなんだよね。まあ、一番のおそらく あの主たる原因はテスタステロン注射である可能性が高いので今はその2週間に1回打ってたものを、えー、と5週間に1回でちょっと調整してみましょうって形にはなったんですが、まあ、なので、えー、と精神科が処方した薬抗うつ薬エフェクサ、えー、とそれ自体が肝機能障害を健康な体の人に対して起こす可能性は えー、極端に低いのでそんなにみんなが心配することはないです僕も実際心配してなかったし僕の場合はかなりのレアケースだと思うのでなのでちょっとこれはあのー、きっちりお伝えしたかったしもしなんかちょっと心配事がありますよとかっていうのであればもう早い段階で、あのー、お医者さんに相談をしたりとか一回血液検査をしてみるとかっていうふうにすることによって あの先手先手で対応ができるのでそれをお勧めしますなのでもしあのこの前の関係の障害になりましたっていう動画でちょっと変に不安をかきたてるようなあの気持ちにさせてしまった人がいたら本当申し訳ないなと思いますただまあ起こり得ることではあるので まあちょっとあの気をつけるというか気に留めていただいてでもあまりに不安を持ちすぎるのもねあのよくないのでそこら辺はあの主治医といろいろ相談して皆さん治療方針含めて適切に治療を受けてもらえれば,れればなあと思いますでまたあのいつも通り最後になりますが健康であればこんなことならないし心配する必要もないんでちょっと本当に皆さん ストレスフリーな人生にしてください。そんな感じかな。じゃあね、バイバイ。